マルシュルドンは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県における、マルシュルドンの1マルシュルドンは、県北部に位置し、シャトーブリアンの西 26km、南都の北 43km、サンナゼールの北東 54km、レンヌの南 57km にある。マルシュルドンは、南都とレンヌをつなぐ、国道137号線の近くにある。 北から東を県道124号線が横切る。町の南にあるのは県道44号線である。町の西には県道125号線が通る。ドン川がコミューンの第一の河川である。この川はビレーヌ川左岸に注ぐ支流である。コミューンの西側には湖がある。ロシュチとロシュ川はドン川につながっている。 コミューンはアルモリカ3階の東側にある。コミューンの地層の一部は結晶変岩であり、コミューンにあるかつての採石場から石が切り出されていた。町の地質は灰色の地層がいく枚も積み重ねられたようになっている。町の気候は海洋性気候である。コミューンの名の由来は2つの言葉から来ている。最初のマルサックはマルシウス。 ローマ発祥のラテン語の姓に由来する。ドンとはコミューンを流れる川の名である。地元で話されるオイル語の一種、ガロ語で地名はマーサックとなる。旧斎石上我々は古代のこの地に人の存在を証明する人が使った道具を見つけている。これは紀元前3世紀から紀元前2世紀のものである。ガリア戦争後、 村は、ローマの知事マルシウスのドメイヌの本拠地が置かれた。彼の名が、コミューン名の起源である。トゥールのマルティノスが4世紀にマルサックを通過し、ここに修道院を創設したという主張がされている。しかし、この建物の痕跡を現在見つけることはできない。これが、ロワール川口付近でのキリスト教伝道の始まりであった。5世紀から、 ブルトン人が土地を管理するようになった。888年、ブルターニョー・アラン一世指導下で、修道院は教区に根を下ろした。修道院は、地元民の生活の大部分を占めていた。18世紀から20世紀にかけ、採石場で、結晶変岩の切り出しが行われていた。これらは切り出された後、主に石膏が、ワイン用ブドウの支柱や柿養殖ベッドに加工した。 農業が、経済の主要部分を占める。2000年時点、コミューンには48の農場があった。第1の農業活動は、落農である。ソースイコール1999年まで、LDH, EHES, カシニー、2004年以降、INSEE HAT リール EN2014。ありがとうございます。